クイズ大好きバイミートお茶、本厚木店です、先日ギガヨシさんがプラマイゼロの生き方という本を出しましたが、ヒゲさん曰く文化財になるような力作と言っていました。アマゾンでもとても高評価です。さてヒロキさんがこの本に点数をつけるなら何点？マイナス10点じゃないですかね。まず文化財にはなりません。なので著者が嘘をついているという時点でもう読む価値はないですね。昨日ヒロユキにヒゲさんの本プラマイゼロの生き方、あ、こちらですね、僕の著書無敵の子違うわ、こちらでした、間違えましたね、はい、こちら、はい、数値化の鬼、リーダーの仮面、あ、こちらの方はまあいい本ですよ、はい、置いときましょう、こちらでした、はい、こちら、はい、プラマイゼロの生き方、はい、ありましたに高評価の点数をつけてもらおうとしたらマイナス10点と言ってました。こいつがヒゲさん、このひろゆきの受け答えに点数をつけるなら何点ですと。無敵のコミュ術を持っているひろゆきさんがマイナス10点という点数をつけたってことですか。いや、いいんじゃないですか。まあ心地いいよね、嫉妬がやっぱね。まあ彼もやっぱ文化人と、な、僕がね、文化人としてのステージをね、一段一段上がってしまうとね。まあ彼と違って僕は実直に一段一段登るタイプですから、まあいずれはね、アリとキリギリスのね、まあ話で同様に彼を追い抜いてしまう、文化人として、文化人枠ではね、彼を抜いてしまうっていうことに対する、まあちょっとした恐怖、まあ嫉妬、まあそこからの、まあ嫌味ということでございまして、いや本当に申し訳ない、うん、まあ、それでも10点しかつけられなかったっていうね、内容の良さだよね。いや心地いいですね、ありがとうございます。はい、ということで、まあだからね、あのこれも買ってあげてよ、あ、全然いい本だから、これも、うんね、ああもう全然100点100点、あ、もう全然100点100点、これは本もね、もう全然無敵のコミュ術、ね、ぜひ皆さんもお買い上げいただければと思います。同時上映でですね、無敵の独学術っていうのもね、最近出してるみたいなので、ね、そちらの方もぜひ買ってくださいね。はーい見せちゃったかな器、今俺のね。ということで、皆さんチャンネル登録をお済みでしょうか。画面の下赤いチャンネル登録かかってるボタンクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いします。あのひろゆきくんのチャンネルも、そしてよければ僕のチャンネルも合わせて登録の方お願いします。そしてよければグッド高評価、こちらの方もよろしくお願いいたします。